はい、それでは、記者会見始めさせていただきたいと思います。本日はですね、臨選特倫理選挙の特別委員会で、選挙期日の特例法の趣旨説明、そして採決が行われまして、参議院選議としては最初に委員会での採決ができました。また明日には委員会等開かれますが、特に経済産業委員会、経済産業委員会の中で、外為法、北朝鮮貨物の輸入承認の案件でありますけれども、これも参議院選議、この一本が明日の委員会で通る予定でありますので、29日にはこの2本をもって本会議が立てられる予定になっております。いよいよ補正予算が提出を29日にされるという中でですね、参議院としては参議院選議3本あったわけでありますけれども、この2本が通る予定になっております。1本は環境委員会、生物多様性の関係の法案であります。本来であれば COP10、 特に生物多様性条約のことで今行われているわけでありまして、参議院としてはこの選議も通してですね、日本の国の、そして参議院の意気込みというか、取り組みについて世界に発信したかったわけでありますけれども、奄美の災害もございました。そういう意味では災害対応の大臣でも環境大臣が兼務しているという中で、今週は環境大臣がなかなか国会にいることができないということで、これは先送りになりました。ただ与野党の国対の中でもお話をさせていただいておりまして、この参議院選議については全会一致というか、皆様も異議がないようでありますので、早期に決着をつけていこうというお話はさせていただいているところでございます。あと本日那覇地検からですね、尖閣のビデオが議長に、衆議院の横道議長にですね、提出をされ、それを衆議院の中井予算委員長が受け取っております。中井委員長としては参議院の予算委員長であります前田委員長とご相談をしたいと、相談して今後のビデオの取り扱いについては考えていきたいということもいただいておりますので、衆議院の予算委員会の理事会でどのような形でビデオを見るのか、そして参議院とどういう形で連携を取りながらこのビデオの取り扱いについて行っていくのか、協議をするとこういうことを伺っております。あとはもう29日からに提出される予算委員会、今衆議院の方で精力的に日程について筆頭官、また国対ともお話をしているようですので、推移を見守りながらですね、参議院の予算委員会、そして国対としても動いていきたいというふうに思っております。本日は以上です。こちらからは。